お疲れ様です。お疲れ様です。あのですね、私やっぱこういう感じの職業というか、はい、まあ、フラフラしてますんで、情報だけは集まってくるんですよ。はい、で、すごいギタリスト教えてくださいって、はい、みんなに聞いたら、はい、何人か上がってきて、僕なりに見て選んで3名、あ、すごいやつらをご紹介したいと思うんですけど、はい、1人目がね、はい、ジュリアン・コリエルっていう人物なんですよ。あのラリー・コリエルってします？ジャズギターやってる人だったら絶対知ってると思うんですけど、あの、ロックとジャズを融合したりとか、いろなんかその他のジャンルを融合させたりとかっていう、なんかちょっともうなくなっちゃったんですけど、はい、ジャズ界の革命児なんですよ、はい、こいつの息子がジュリアン・コリエルなんですよ。あ、息子なんですか？息子なんですよ。教えてくれたんですけど、はい、知らなくて見たらめちゃめちゃうまいんですよ。あ、なんで俺こいつを取り上げたかっていうと、はい、まあ今の段階の説明だったらすごいレジェンドの息子で、はい、あ、すごいだけになるじゃないですか、はい、でもね、全然日本に馴染みあるんですよ、この人、はい、あの、伊右衛門の吉井和也のバックバンドやってるんですよ、はい、あ、そうなんですね。すごいないですか？それはすごいですね。それなんかね、教えてくれた人も、はい、それでなんか吉井和也やってますって言ってて、えーと思ってなんか調べたらね、あの、吉井さん、あのバックバンドで外人結構従えてるんですよ。そこにこのジュリアン・コリエルが入ってて、ツアーもレコーディングもしてるみたいで、なんかね、その教えてくれた人のおすすめ楽曲はなんか雨雲っていうものなんですけど、それのギターを弾いてるらしくて、僕はちょっとそれ聞けなかったんですけど、あとね、これ次男なんですよ、ラリー・コリエルの、ジュリアン・コリエルって、長男まだいてるんですけど、ミュラリ・コリエル、お兄ちゃんもギタリストで、ブルースギタリストで、聞いたらめちゃめちゃ上手いですよ。でも全然売れてないですよ。まあ兄弟でやってますと、まあそういうコリエル一家のご紹介もうね、あのね、次紹介するやつ、はい、僕あの、まあジュリアン・コリエルも知らなかったんですけど、次の人もね全然知らなくて、二人目なんですけど、二人目がバラワンさん。バラワン何人やと思って、まずそうですよね、どこの国の人なんだ。調べたらバリ島、インドネシア。あ、インドネシア。で、インドネシアでは、はい、三大ギタリストって言われてるんですよ。だから日本で言うなら、はい、チャーとかホテイとか、はい、あの松本さんとか、はい、もうそのレベルらしくて、で12歳頃からギター弾いてるらしいんですけど、なんかオーストラリアのね、なんか学校に留学した頃ぐらいから、はい、そのまあそこまで普通に弾いてたと思うんですけど、あのね、両手タッピングで弾き始めたみたいな。演奏スタイルとかそういうの見た段階で勝手に判断しますけど、スタンリー・ジョーダンの影響は絶対受けてると思う。あ、なんかあのスタンリー・ジョーダン、うん、いやでもちょっと違うのかな、その人のね、バラワンさんの特徴はスタンリー・ジョーダンはギター一本でやるんですよ、はい、両手タッピングを。バラワンさんは2個なんですよ。ああ、ダブルネック、はいはいはい、わーやってて、 でもね、多分絶対影響受けてるんですけど、音楽性はもうかなり民族音楽寄りですね。でもすごいですよ、あのヨーロッパツアー行ったり、あのソニーミュージックのインドネシアではメジャーデビューしてますから、まあ、それは三大ギタリストだから、そりゃそうです。そうですね。ね、この人 YouTube やってるんですけどね、 YouTube がね5万ぐらいの登録者、もうちょっと行ってたのかな、世界レベルでもなんでしょうね、ヨーロッパツアーとか行ってるぐらいだから、ちょっと一周見たいんじゃないですか。バラワン、はい、あ、はい、来ました来ました。なんか、なんかダブルネックもなんか変わったダブルネックですね。ダブルネックも変わってるんですよ。すごいやつ、俺もなんか YouTube 見てこんなやつまだ掘ったんかと思って。あ、そう、かなりね、民族音楽なんですよ、ね、民族音楽ですね、うん、で、ちょっとね、あ、歌も歌うんぞ、この人。あ、っていうのがね、インドネシアの三大ギタリスト、バラワンのご紹介なんですけど、まあ、このインドネシアの三大ギタリストって他誰やねんって。そうですね、もっとすごいやつ、ね、もうみんなその演奏スタイルみたいな。あとの2人こんなんやねんっていう。ダッピングを学ぶならインドネシアに行けみたいな。っていうのがまあ2人目の世界は広いですね。で3人目がですね、はい、3人目がもうものすごいですよ。でもあの、これ教えてくれたんですけど、はい、でもね、僕知ってたんですよ、実は。ちょっと前から、はい、3人目のね、名前が、ブラッシー・ワンストリングスっていうやつなんですよ。はい、で、こいつ、YouTube やってるんですけど、はい、40万人登録いてます。あ、結構多いですね。すごいですよね。で、ジャマイカのね、レゲエブルースマンで、なんか、レゲエなのかブルースなのか、ちょっともう、ごちゃ混ぜって感じ。はい、もういろんなジャンルで、その、ジャンルとかも、実はどうでもよくて、こいつね、はい、
そのブラッシーワンストリングスっていう名前なだけあって弦1本だけしか貼ってないんですよでね、情報によったらあのギターなんですけど、もうベースの弦貼ってんちゃうかみたいなほんまに弦1本でボロボロのギターなんですよね。まあまあ歌歌う人なんですけど、だからジャマイカのアンダーグラウンドのその音楽を紹介するかなんかいう映画かなんかに出てちょっとポッて火ついたんですけど、代表曲がタイトルがすごいですよ、チキンインザコーンなんじゃこりゃってなるじゃないですか。再生回数エグいっすよ、3000万回っすよ、でも大ヒット曲なんですよ。大ヒット曲ですね。日本でその3000万回の再生って普通にだってあの代表曲でしょ、日本というなら。なんかこうその年を代表するみたいな。だからチキンインザコーンを知らん俺らってもう多分 だいぶ音楽分かってないですよね。で聞いたらちょっとねマイケル・ジャクソンのスムースクリミナルっぽい感じの、はい、ちょっと一回聞いてみますか、はい、チキンインザコーン。ああ、そうですね、それ3000万回再生された。なんかでもねなんかね癖になるんですよこれ。あ、確かにスムースクリミナルっぽいですね、ポイショここ、はい、ダンダンダカダンダンダカダンダンダカダン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 周りのオーディエンスとかが乗ってくるんですよ、だんだん。もう辛抱を切らして。たまらないでしょ、もうその心揺さぶるみたいな。そうですよね。的なね、あのほんまに世界は広いですよ。広いですね。いや、ほんまに思った。あんなね、すごいやつがいっぱいおるし、いろんな意味ですごい、もうめちゃくちゃうまいやつもおれば、はい、なんかそのギターをそんな風に使うよみたいな。そうですよね。そう、いやちょっとね、もし見てる人でまだパンチ効いてるやつおるっていうのを知ってたら、はい、ぜひ書いていただ、まあそれ以外にもなんかパンチ力以外にも、なんかまあいろいろちょっとピックアップして取り上げていくんで、もしよかったらあの情報提供をね。そんなチャンネルでした。まあまあちょっと今後もね頑張っていきますから、よろしくお願いします。